Muito bem, meus amigos do esporte, a partir de agora, uma das lutas mais aguardadas dos últimos anos. Roberto Godoy e o Macaco. Duas grandes escolas do jiu-jitsu mundial. Olhar fixo do Macaco, olhar fixo do Godoy. Pela primeira vez, eles se enfrentam. Eram e aí você, sócios, né? Eram sócios. A luta mais aguardada. E somente o Black Belt para reunir os dois aí, Fepa. É uma luta que a gente já estava querendo fazer faz algum tempo, né? O público paulista pedia, implorava por esse combate. Conseguimos acertar a luta com os dois. E vamos ver o que, que vai dar. O Godoy era o professor do Macaco, né? E o Macaco conhece muito bem o jogo do Godoy. E o Godoy também conhece muito bem o jogo do Macaco. São jogos diferentes. Você vê que o Godoy já puxa pra guarda. Sabe que o Macaco tem um judô muito forte. Um pouco nervosa a luta no início. Vamos um pouco acelerados. E os nervos na flor da pele. O Macaco fica posturado dentro da guarda do Godoy. Olha só, 5 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera. E claro, o público está dividido, hein? Entre o Godoy e o Macaco. ainda bem estudada. 先ほどまでの試合よりも一段と観衆のボルテージも上がっています。これセコンドの後ろにもついてる人の数が違いますよね。なんだかさあ、ここはゴドイが下、サマクレフィーはもう往年の名選手ファビオ・グルジャですね。はい、まあ、このクラスの人じゃないとさばけないような感じなんでしょうか。そうですね、重鎮がレフェリーやったですね。先ほど中井さんのご指摘にあったテイクダウンが入っているかどうかですが、電光掲示板で確認したいと思いますが、現在はゴドイが下、マカコが上。これあのマカコの目つきがねものすごいんですけれども、一方のゴドイは割とこうクールな感じで試合を進めています。攻め合わないで顔で勝負しているようなところがありますね。ゴドイ選手の方が29歳、マカコ選手も30歳ですから、まあ、ほとんど親友できて同い年ぐらい、はい、それがたもとを沸かすというところなんで、この試合がものすごい意味を持っています。まあ、よくしょっちゅうブラジルの道場もう本当に集合離散を繰り返してるんですけどね、はい、ですからまあよくある話なんですけど、試合で当たるというのはなかなかないですよね。一度も離れてしまうと、まあ、大会も同じ大会には出ないというようなこともあったりするんですかね。そうですね、まあ、なかなか合わないですよね。あ、さあこのサンパウロでゴドイ VS マカコが実現しております。ブラックベルトチャレンジ3、うん、これちょっと両者ともに攻め手がないですから、ないですね、もっとレフリーを促してもいいはずですね。うん、下からムーブをかける、ゴドイ抑えた。さあここはこれはマカコの方はどんどんパスを狙っていますね。狙っていきますね。先ほどの序盤のマカコのテイクダウンはなかった、何もなかったようですね。なかったようですね。ただ引き込みをもらっただけだと、はい、ということは両者まだポイントはありません。正直手の内はすごくよく分かってると思うんで、どうしてもそれを警戒しながらの戦いになってますよね。ただ周りの歓声に押されて、もちろんあのお互いのジム道場の選手も来ているわけですから、その前でやる試合というのはプレッシャーもあると思います。さあゴドイ下になっていますが、
não conseguiu ainda eficiência. これはまあ、ゴドイはちょっとマカコの方が動こうとしてますよね。はい、動きが多いのはマカコに見えます。é uma luta prevista para 10 minutos respirando pela boca ali o Godoy この体勢非常にすごい体勢ですね。珍しい体勢です。なかなかないですね。これももう袖先をゴドイが掴んでもう引き剥がそうというマカコでしたが足を絡めていきます。肘の張り合いですよね。肘が見えますか。やっぱり見えますね。何も相手には許さないというような感じ。ただマカコのこの目つきは一点ゴドイのその顔をにらみつけてるだけなんですよね。そう、中井さんも動こうという時はそのまあ目線で動きがバレるということはありますが、それでもある程度こう自分のやろうとするところに動くもんなんですけれども、これ顔をじっと見つめているマカコ。また下から入っていくゴドイだが、これは体が外に出ました。場外、何か言いましたマカコ。場外じゃないのかと。ああ、下から違う違うというゴドイ。なんでだというゴドイ。いやー、中井さん、これは力が入りますね。はい、いや、明らかにここからの再開だと思いますね。明らかに場外と見ていいわけですが、さあ再開されました。まだ両者ポイントありません。まあ、マカコは少しパスガードをかけるアクションはしてますけどね、有効では決してないですけど、攻めようとする姿勢を見せて、ちらちら見せて戦っているという感じですね。まだこれはどうか。まだだ。アドバンテージが1つあります。入りましたね。ゴドイがアドバンテージ取りましたね。まずゴドイがアドバンテージ1つを取りました。ポイント0対0、アドバンテージ1つはゴドイ。まあ、正直アドバンテージ未満という感じはしないでもないですが、これは、まあ、少し横に崩れたということで取りましたね。まあ、この両者ですから、そのわずかな差が大きなものになりそうです。2人とも硬いですね。2人とも、でも硬いですね。力入りすぎですか。マカコの方がものすごく力入っているようにも見えるんですが、さあ腰を上げて割っていこうというマカコ。フラビオ・ベーリングの姿が見えましたね。さあ、これは一方マカコ陣営でしょうか。今映っているのがマカコ陣営の方ですね。サンパウロに住んでいるフラビオ・ベーリングはサンパウロに住む体重なんですけども、はい、エリオ・グレーシーの黒字ですから、もう本当に重鎮中の重鎮ですね。どちらについているのかちょっとはっきりしないですけど、ちょっとはっきりしないですかね、はい、そういう勢力図というんでしょうかね、はい、その辺も垣間見えるところが怖いです。現在アドバンテージで一つリードの下になっているゴドイ。ゴドイが落ち着いて、マカコの割と強引なパスガードを落ち着いてさばいているという感じがしますね。まだ積極的な攻めでなくてもマカコのその力の動きを封じていると、はい、それにしてももうコチコチですけどね。ガチガチですね、はい、ゴドイの方もそのマカコの袖口をグッと掴んだまま離しませんからね。ほとんど何もしないですからね。いや、7分が過ぎました。残りは2分30秒というところか。なんか中井さん、サッカーの掛け声のような応援のような、そうですね、これはブラジルの会場でよく聞こえる。そうですよね。まあ、この試合までこれほどまでの歓声が上がっている試合はありませんでした。さあ、それが膝取りましたよ。戦い、さあどうでしょう。膝割っていく、割っていく、どうでしょうか。強引な膝割り、割りが、いや、これもアドバンテージはどうか、ないでしょうか。これはないと思いますけどね、はい、まだゴドイのアドバンテージ一つのみ。さあ、ゴドイも冷静を装っていますが、身長はどうなんでしょうか。闘志をあらわにしているのが画面右マカコ。残り時間は2分を切っています、うん、ここで一旦時間を止めます。色帯が解けました。一つのアドバンテージを取ってるんで、まあ、ゴドイの方が少し余裕がありますね。あ、とにかくこのスポーツは
やはり先取点を取ることが非常に大事ですね。先取点を取って取ると、取られた方は絶対攻めに来ないといけないですから、はい、そこを逆にカウンターを取ったりすることができるんでね、アドバンテージ一つでもやはり先行した方がいいというのは実感なんですよね、はい。まあ、ポイントゼロで終わってしまうと最後はこのアドバンテージの数で決まりますからね。そうですね。さあ、アドバンテージ一つ、リードはゴドイ、入っていこうというマカコ。さあどうか、うん、ここも引っ込んだ、ゴドイが引っ込んだ、そして一つマカコの方にアドバンテージ入りましたね。さあ、そして後ろに回ったゴドイ、さあどうか、バックに取れるか、バックを取れるか、どうでしょうか。ここはアドバンテージのみか。アドバンテージだけですね、これ。はい、さあバックチャンスだ、ゴドイ。ゴドイが後ろから攻める。ん？入ってないですかね。入ってませんかね。どうなんでしょうか。バックどうでしょうか。まだ足が入っていないですね。足は外側から組んでるんですが、はい。ゴドイの右足はまだ外です。ここです。組んでるんですが、まだ足は外です。さあ一気に湧き上がります、ゴドイ陣営。うん、ここも落としていった、マカコが落としてハーフ、ハーフガードの体勢、下からゴドイはハーフガード、マカコがまたアドバンテージ取りましたね、返しましたかね。さあ今アドバンテージの数はどうなっているか。ゴドイのあのバックはアドバンテージになってますかね。 なってますね、はい、ということはアドバンテージ2対1でゴドイ、あるいはというところですが2対2で同点か。ここで試合が終わったようです。さあ中井さん、ゴドイとマカコの対戦でしたが、はい、アドバンテージ数はちょっと電光掲示板が2対2のようですね。アドバンテージ2対2ですか。そしてレフェリー判定でマカコの手が挙げられました。いや、納得いかないのはゴドイの陣営の方です。人が出てきます、出てきます。レフェリーのグージューさんが押されていますが、会場の外に連れ出されます。まあ、レフェリーの判定は絶対ですからね、はい、これはもうレフェリーに文句つけるのは大喜びなのはマカコ、よくないですね、マカコ陣営、はい、いやちょっとゴドイ側の人がこのレフェリーに詰め寄りましたけれども、判定が、レフェリーは上からのアタックをたくさん仕掛けたマカコを取ったということでしょうね。改めて握手を一つ交わしましたが、顔はちょっと見ませんでしたね、ゴドイの方が背けるような感じ。アドバンテージ2対2、そしてレフェリー判定でジョルジ・パチーノ・マカコが因縁の対決、ホベルト・ゴドイを下しました。